はい、ピアノ .com の石山です。河合のですね、懐かしいカタログが出てきましたね。昔のね、グランドピアノのカタログなんですけど、これね、だいぶ前ですよ。だいぶ前のものですけどね。綺麗な写真ですね。流用新工場ってね、流用工場ができた頃のカタログかな。 GS シリーズですからね。 GS、 これは河合がですね、まあスタイウェイみたいなですね、キラキラした明るいね音のシリーズを出した時のものですね。今までは KG シリーズという、河合トーンと言われるね、KG シリーズの出してたんですけども、まあ GS シリーズのがね初めて出て、まああっと驚く、すごいなるピアノなんですね。今でも中古で言いますけど、まあそれはようなりますよ。バンバンなります。でその後 CA シリーズ、 NX シリーズって言ってね、なっていって、まあしげるかわいというね、まあ高品質のピアノ、すごいピアノにね生まれ変わっていったんだと確か記憶しておりますけどね。すごく丁寧に作られたカタログですね。 GS100、 これね大阪のねなんとかクラブっていうところに入ってるのをね私見たことありますけど、まあこれようなりますわ。275センチのフルコンですね。これの GS の100っていうモデルですね。当時の価格が390万円で、今からもたら安いですね。まあ物価がね、まだ物価が安い頃ですのでね。はい、ね、GS80 というのがセミコン、まあ、奥行き250センチの、ね、タイプですね。これも大概でかいですね。一般家庭には相当大きいと思います。で GS50、 これぐらいが一般家庭に入るレベルかな。 GS50 ですね。奥行きが205センチですからね、これ140万って、まあ、信じられない値段ですね当時の。そして GS30、 これはね中古でもよく流通してますね。奥行きが185センチということですね。まあ、C3 クラスになりますね。100万ですよこの時代ね。そしてこれは KG シリーズですね。 7D 奥行きが224センチ、 7D ですね。これは私見たことないですね。 5D これはあります。奥行き204センチの KG5D ですね。そして KG3D、 これもねよく見ますね。これが奥行きが182センチですね。そして KG2D、 これはもう大量に売れたピアノです。ものすごい売れました。私がこのピアノの研修してる時ですね、調律の勉強してる時の教材がこのピアノでした。 KG2D でしたね。この後 KG2E というね、ダブルスプリングの、ヘルツ型アクションが出たのがこの後なんですけどね、ガラッと変わりましたけどね。はい、で色物 KG3D2D の色物がね、こういう仕様で出てましたね。この当時はまだ黒が主流ですね。今はね木目のピアノが人気ありますけどね。あ、こういうのもありますね。部屋に置いた時にこんなイメージですよって、視覚的に分かるっていうのはいいですよね。そして透明グランドピアノ、これはもうねホテルとか、そういうライブの、ね、ところとかに置いてありますね。外装がねクリスタルなんで木材じゃないので、ちょっとパワー的にはね落ちるかもしれませんけどね。実際私あるお客さんの大豪邸にね行った時に玄関に置いてありましたね。玄関ロビーみたいなところにこれの自動演奏のついたものが置いてありましたけどね。素敵やなと思いましたね。これがね奥行き182センチですね。当時で450万ですから、ごっつ高いですね。まあテレビとかで見た時にもね素敵やなというふうにね視覚的に思いましたけどね。でいつ頃のカタログかってちょっと先見たんですけど、ちょっと載ってなかったですけどね。まあとにかく懐かしい河合のグランドピアノのカタログでした。何かのお役に立てれば幸いです。それではさよなら。